毎日ポジティブ。はい、ポジティブ期中7年スーパーポジティブティーチャー福です。さあ今日の話なんですけども、今月に入ってからですね、僕毎日筋トレをしておりまして、もう1日目筋トレをした時はもう次の日筋肉痛で本当に体が痛くて、で2日目はさらに痛くなって、3日目もですねさらに痛くなって、で4日目からちょっと筋肉痛が落ち着いたんですよ。で5日目がさらに落ち着いて、で6日目、今日はほぼ筋肉痛がなくなりました。やってることは同じなのに、この6日間で最初の3日間がめちゃくちゃきつい筋肉痛で、4日目がちょっと弱まって、5日目も弱まって、最後6日目に筋肉痛がなくなるということがですね、自分の体を通して分かりました。やってみないと分かんないことっていっぱいあると思うんですよ。僕は筋トレをして、あ、この6日間のこの流れっていうのがあるんだっていうのね、これ人それぞれ違うと思うんですけども、僕はそういう風に6日目で筋肉痛が弱くなくなって、今度は僕は今やってる筋トレをさらに一つ一つの精度を上げて、より負荷をかけてですね、もう一度筋肉を壊すようなことをしていこうかなと思います。よくね、筋肉を壊してから復活した時にさらに強い筋肉になる、だから 筋トレは1日おきにやった方がいいよ、部分を変えた方がいいよとよく言われるんですけども、僕は筋肉をつけるのもそうなんですけど、まず心をね強くしたい、まずやると決めたことをずっとやり続けていきたい、だから僕はもう毎日やると決めたんです。これが3日に1回とかになると、その1回休んでしまったことによってまた気持ちがね、4日目どうしようかなってなってしまうのが怖いんですよ。だったらもう毎日のルーティンに入れちゃえば、やらざるを得ない状況にしてしまう、これがね僕の中の続けられるコツなので、まあ今ゴミ拾いもそうだし、筋トレもそうだし、この YouTube もそうだし、毎日やるというものをちゃんと1日のルーティンの中に入れる、それがねすごく大切かなと思います。で最近はアルバイトがですね旬になってるんで、まあ、今日は Uber をやりました。今日は Uber やって、やっぱりね Uber もすごくね、去年のこれぐらいの季節の時めちゃくちゃやってたんですけど、やっぱりね、ちょっとブランクがあるんで、まあ、こうにした方がいい、ああいう風にした方がいい考えながら、でもやっぱり Uber はすごくね僕の中には性に合ってるなっていうのが、もう自分が頑張った分だけ結果が出るし、で自分この責任というのが、こうラーメン屋さんだと自分が何か見せてしまったらラーメン屋全体の責任になってしまうけども、 Uber というのは自分個人とお客様、あとお店側、まあ、ここの3つで1個終わったらまた次の依頼っていう形で責任の素材がしっかりしてるので、すごく僕の中ではねやりやすいと思っております。はい、1日1日をね精度を上げて、で大切にねこれからも仕事をねしていきたいな、1日を楽しみ尽くしていきたいなと、そういうふうに思っております。ということで以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。